だよな。この車のコンセプトはですね、単純明快、究極のドリシャです。たくさんタイヤの乗る車が究極のドリシャじゃないかな。やっぱ走ることを前提に考えてたんで、ボディ剛性の方がやっぱり一番苦労しますね。これ180なんですけども、180の剛性高くなってると思います。エンジンは、もちろんこれもやっぱドリフトをメインで考えてるんで、ピークパワーじゃなくて、下のレスポンスを考えて、ピンとかも小さめのタービンを入れました。もちろんナンバー取って、車検取ったらナンバー取って、ケースのうちの店の、営業として、荷物を積んで、タイヤを届けたり、部品を届けたりします。タービンをちょっと速い仕様みたいな感じで、乗り味はシルビアとね86